ごさん。まあ、確かにね、2000万クラスだとね、税の問題が出てきますよね。僕もちょっと調べまして、まあ、普通、普通は、車ってどんどん走行距離とか年式が、なんだ、上がってくると価値が下がる。新車以上の価格になることがまずありえないですよね、普通、普通は。新車新の価格以上になるっていうのが、まあ、普通ね、まあ、10万キロ走ったらもう、 ゴミくずみたいになっていくわけなんだけども。まあ、あの車はちょっと異様でして。で、まあ、僕も調べましたね。うん。まあ、ぶっちゃけ言うと、今すぐ売れるわけではないので、うん。一応こ、あの、会社の今月決算、来月決算だったかな、まあ、税理士さんとまたお話しするので、その時にちょっと話題出して、これどう処理したらいいですかねっていうのを相談しようかなと思いますね。 まあだから、確かにその一括でね、あの、お金が入ってきたら、あの、目をつけられやすい <laughs>、っていうのもあるだろうしね。うん。そう。あそ、そこはまあ、相談します。税の詳しい人と。あの、一般、僕は全く知識ないのが、あだこでいと思も。ただ、初心者が調べた限りでは、まだ、あ、あの、つきそうですね。うん。 まあそこは相談します。そう。まああの、なんだろうな。まあ確かにね、そう、あの、お金があっても、そういうふうに言われると、久保さん買わないですよね。まあ前からもあんまり興味ないって言ってましたけど、久保さんの場合は、あの、ね、なんだ、いろんなことやってるんで、ぶっちゃけ、 ね、車に関してはやっぱ維持費用かかるじゃないですか。だったら仮想通貨買った方がいいっすよね、多分。ね。<laughs> 多分。久保、久保さんの知識と経験の上で新しい仮想通貨を買った方が、まあ、2000万手出ししなくても、100万とかで、百万とかで買ってそれが1000万とかあり得るでしょうね。これからも。なんか出てきそうじゃないですか。そっちの方がね、ね、いいんじゃないですかね。 うん、だから一般の人は、まあ、例えば現物、例えば仮想通貨危ないみたいなね、暗号通貨何なんだ、うさんくさい詐欺だ、みたいな人もいると思いますけど、久保さんはいろんな経験してきて、まあ、実際にね、その、ある程度の資金,なん資金が増えたのも仮想通貨あーだと思うんですね。で、それでうまくいったものもあればうまくいってないものもあるし、うまくいったものはまあまあ跳ねたしっていうので、 だからまあ、全部が当たるわけじゃないけど、まあ、車に比べると、まあ、ちょっとの資金量、まあ、2000万の手出しじゃなくてもね、全然まあ、その、それクラスに増やすものはいっぱいあるかも、あると思うよ、みたいな話だし、まあ、維持費もかかんないですよね。うん。仮想通貨は維持費かかんないですよね。ね。自動車税とか、仮想通貨税とかないですよね。<laughs> 引き出したら税金かかるけども、その、ね。 多分引き出さなければ税金かかんないだろうし。車の場合は所有してたらもう税金と保険とかね、いろいろ諸々かかりますから。そう。うん。そう。で、あと、盗難リスクもありますからね、盗難リスクも。うーん。まあ、仮想通貨。まあでも、一回ビットコインがね、なんか盗む。あ、ゃあコインチェックか。あの、一回、ね、なんか盗まれたかなんか。 大問題になりましたから、ね、うんう。まあやってみないと分かんないんじゃないですかね。買ってみないと分かんないし、やってみないと分かんないし、久保さんもいろいろやってみたからお金が増えたし、でも減ったし、減ったものもあるし、だけどいろいろやった結果、今の生活があるっていうのは事実だし、僕もあの買ってみた結果、値上がったっていう事実ですよね。これ買ってみないと その、寝上がった車を所有してる。R さんを所有してるという現実は手に入れなられなかったんで。まあ、あの時買ってなかったら今はないですからね。うん。まあ、久保さんもあの時塾に入ってなかったら塾買ってなかったら今ないし。<laughs> やってみないとね、わかんないですよ。みんなやる前からアーダーコー言うんですけど、まあ、いいんじゃないですかずっと。やる前からアーダーコー言ってやらないっていうことで。もう、なもチャンスつかめないし、何も変わんないですよ。 うん、変わるのは言い訳が変わるだけじゃないですか毎回。いってらっしゃい。